三国支援儀、三国支援儀の人物の一覧、挑戦挑戦挑戦、天蝉に密会しようとして、当宅に追い返される、呂布天蝉は、小説、三国支援儀に登場する架空の女性。実在の人物ではないが、ヤギ妃、聖子、王将君と並び、古代中国次第美人の一人に数えられる。三国支援儀第八回から登場、幼少時に、 死で売られていた小児で、王院が引き取り、実の娘のように諸芸を学ばせて育てられた。朝廷を牛耳り、洛陽から長安に戦とするなど、暴虐の限りを尽くす東卓を見兼ねた王院が、東卓中殺を行うために、当時16歳とされる幼女、天贅を使い、東卓の養子の優勝両夫と仲たがいさせる計画を立てた。王院はまず両夫に天贅を越見させ、その美貌に惚れさせる。 次にリョフとは別に、天ゼミをトタ卓に越見させ、トタ卓に天ゼミを渡してしまう。怒ったリョフが大いに質問すると、トタ卓には逆らえないと言い繕い、その場を丸く収めた。その後、リョフと天ゼミが、たびたび密会し、天ゼミが、ョフの元にいたいという意思表示をする。リョフが密会していることにトタ卓は、一旦怒ったが、復心の理事の進言により、 天ゼミを、両夫のもとに送るように言う。だが、一方で天ゼミはトタ卓にも、乱暴者の両夫のもとには行きたくないと泣きつき、トタ卓の下を動こうとしない。それに怒った両夫が王いと決託し、トタ卓を殺害した。強固な結びつきを持つ両者の間に天ゼミを置き、天ゼミをめぐる感情を利用し両者の関係に弱点を作り底をつく。これが、連関係である。 唐卓なき後の天贈美は、旅夫の目掛けとなったが子ができなかった。下避の攻防戦では、チングルに企画の勢いを進言されこれに従い、出陣しようとした旅夫を、制裁の原始ともに引き止めている。下避間落語の天贈美については、記述がない。詳細は、三国志演議の成立史を参照中国においては、師匠、三国志の唐卓は旅夫に、 宮中の門を守備させていたが、旅夫は、東卓の次女と密通し、発覚を恐れて不安に思っていた。後に、王井を訪問した際、ちょっとしたことで腹を立てた東卓に殺されかけたことを話したが、東卓暗殺を考えていた王院は、この計画を旅夫に打ち明け、旅夫はそれを実行したを引き、この東卓の次女こそが、モデルで、 後世の講談や物語において、架空の名前をつけたとする説がある。民間伝承では、天然はひどく、不美人で、王院が肩にそのことを打ち明けたところ、肩は首を、生死のものと取り替え、それでも度胸がなく、行動に移せないのを嘆いたところ、今度は肝を、経過のものと取り替えたという話がある。一説には天下を憂いで、物思いにふける、姿のあまりの美しさに、 月が恥じて、雲に隠れてしまったと言われる。現代の雑撃、金運動美女連関係では生を任、なお、くれないまさ、障子を天ゼミと設定している。その後の展開としては、天ゼをめぐり、曹操と関羽が争うが曹操が降りて、関羽に譲る、または関羽が心の動揺を沈めるため天ゼを切ってしまう、など作品によって移動が見られる。日本国内で広く知られる。 吉川英治の小説、三国志及び、それをもとにした、横山光つてるの漫画、三国志では、連冠の刑を遂げた、天蝉が自害して果てるという本案がなされている。園田光景と、久保田千太郎による、漫画版では、当卓の死後、その残党を一掃しようとした、旅夫の目の前で殺されている。天地を喰らうでは、旅夫の妹として登場している。その他の、 三国志演儀を題材にした創作作品では、悪女、中女、戦う女傑など多様な創作を交えて描かれている。テレビドラマ、ありがとうございます。